はい、今回ですね、綾沢さんを立て続けに紹介してるんですけども、早速再生数が1000回に迫る勢いできましたね。やっぱり生活保護の視点、生活保護がどんなにね辛いものなのか、リスクがあるものなのかってことを真面目にしっかりと力強く体験をもとにお伝えしたチャンネルっていうのはなかなかないと思います。ぜひこれからもね、その綾沢ちゃんのチャンネルをどんどんチェックしてもらいたいと思うんですよ。もうね、本当にね、この感情をかきむしられるような、そんなね声が聞こえてきます。あなたも生活保護どんなものか誤解してると思います。ぜひねご覧ください。それでは失礼します。